本日は大変数多くの皆様方にご参加いただきまして誠にありがとうございました。これからの礼を申し上げます。また渡辺先生、岡野先生、本当に貴重なお時間を、お帰りになりましたけど、田辺先生にも大変お世話になりまして、皆さん方も素晴らしいひとときを過ごしていただけたんではないかというふうに思っております。今松田先生からお話がありました通りですね、この会を何回か続けてまいりたいと思いますので、皆様方もまた楽しみにしていただきたいと思います。ちょっとお時間を拝借いたしまして、エンゼル財団のことを紹介させていただいて、閉会の挨拶に返させていただきたいと思いますけれども、エンゼル財団は1991年、ちょうど12年前に森永製菓が基金を、出しまして、設立いたしました。目的は一つは、当社のシンボルマークでありますエンゼルの研究をして、その心を、やっぱ広く皆さんにお伝えしたいということでございます。もう一つはこれは戦前から森永が、やっておりました母の日の行事というのがございまして、それを引き継ぎまして、それを、引き継ぎていくと、まあ、この2つが主な、ことでございました。エンゼルの方は、ダンテの新曲ですとか、いろいろと勉強いたしまして、またそれを出版してまい、りまして、先日は、今道先生の、ダンテ新曲講義というのを、出版いたしまして、皆様方に大変ご好評をいただいております。それから母と子の方ですが、やはりいろいろな、講演会または、シンポジウム、そしてそれを出版ということをやっておりますが、その他にも、山梨県で、清里母と子の自然体験ということで、エンゼルカレッジということで、皆さん方に自然を楽しんでいただくと、まあ、こういうことをいろいろとやっておるわけでございます。実はエンゼル財団で、源氏物語をやるということで、最初松田先生から話をいただきました。エンゼルと源氏物語とはどういうふうな関係があるんだろうということで、皆さん方もちょっとご疑問になると思うんですけども、エンゼル財団の方で、ずっといろいろとエンゼル研究してまいりまして、まあ、一言でエンゼルを言うわけにまいりませんが、エンゼル財団としてはですね、まず神様と人間のメッセンジャーだというのが一つでございます。それからもう一つは、心はあるけれども体が見えないということで、我々エンゼルは、芸術家が作った、彫刻とか絵画を見ることはできますけど、実際にエンゼルを見ることはできないということ。そしてその本質は愛と美であると、まあ、こういうこと で松田先生曰く、源氏物語というのは日本の中のその美、先ほども最初田辺先生おっしゃった式の美しさが書かれていると、そしてその心の美しさが書かれていると、そしてその愛、まさに愛がいっぱい書かれていると、本当の意味の愛が書かれていると、まあ、そういう意味で、これを研究することによってまたエンゼル財団の幅が広がるのではないかと、こういうことでございます。そういう意味で、後のセッションでは、世界文学としての、源氏物語というふうなところまで広げまして、エンゼル財団としても、これを研究することによってまた、エンゼルの研究が一つ二つ深まっていくなと、まあ、こういうことで、大変私としても楽しみにしております。本日はどうもありがとうございました。